はい、シューチャンネルのシューです。今日ちょっとですね、人のところなんですけどね、知り合いの、秋ナスが見事になってて、非常にちょっと参考になるので、動画を撮影させていただいてます。今ね、もう6時ちょっと過ぎちゃって薄暗くなってるんですけど、今撮影してるね、機材の方が iPhone 7のプラスってやつで、無理やこね、動画の画像をね、明るくしてくれてるんで、今ね、こういうね、白くね、若干ぼやけた映像になっております。なかなかね、昼撮影する暇がなくてね。はい。で、まあね、本題戻ります。こちら、秋ナスです。お見事としか言いようがないですね。こちらね、8月にね、更新剪定されたそうで、もうマルチとかも全部剥がされてますけど、高さで言ったら1メーター20センチぐらいですね、今は。で20センチぐらいの、ナスがもうねゴロゴロなってて、これ株一つでね、このサイズ今ね、四方で言ったら2メーターぐらいなってんのかな。うん、とにかくね、お見事です。はい。追肥もねしっかりされとるということでね、枝ぶりも切って、3本仕立てでね立てられております。なかなかねここまでねしっかり管理されるっていうのはね、知識とちゃんとね豆さがないとできないというので、まあパッと見だけでもねナスの生命力の強さを感じますよね。若干ここね傷とかついてるのはね葉っぱに当たっちゃったりとかしてるだけなんで、でまだねゴロゴロね親指台のやつとかもなってるんで、この調子でいうと10月半ばぐらいまではねしっかり収穫ができるんじゃないでしょうか。うん、立派です。同じようなね株がねこちらはね3株ぐらい、用意されてて、うん、まあ参考になりますね。周りにねピーマンなんかとかも植えてますけど、空心菜なんかもね、でこちらに至ると、またピーマンとね、しっかり植えられております。まあ立派です。こうやってねいろいろなもの、ピーマンもねナスも同じかなんでね、一緒に植えられてることでね、相乗効果があって成長も良くなるんでしょうか。そことかちょっと私よくわかんないんですけど、ピーマンなんかはね、生育旺盛すぎて背が伸びすぎてるんで支柱をしっかり立てないとね今時期は倒れ込んじゃうこともあるので、うん、まあでもやっぱ更新剪定大事ですね。やっぱ更新剪定することによってねこうやってね秋ナスが、再度しっかり取れるっていうので、あまりやったことない方はね、ちょっと勇気がいるかと思いますけど、ぜひ試されてください。前回私がねアップした動画でも、葉の茂り具合とか見ていただけたら、こんだけ切ってもたったね3週間とか20日そこらでこんだけ復活するんだっていうのはね見て理解分かっていただけると思いますんで、面白いです。ナスは強いなと思います。今からはね更新剪定してもなかなか期間が合わないかもしれませんけど、はい、来年なんかの参考にしていただければと思います。以上、見事なね、8月更新剪定分の、ナスの秋ナスを、見れたので、皆さんにもお伝えしたくて撮影してみました。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。本当はね、ちょっともうちょっと昼間のね、1時ぐらいとか撮影できたら映像綺麗なんですけどね。また機会があったら、行いますんで、よろしくお願いいたします。